Let's go。 さあやってきました、ララポートですよ。イエーイ。いや、もう結構疲れたけど、うん、山登りで確かに結構汗やばかった。まあここでね、ちょっと勝負して、負けたら全額自腹となります。何をちょっと言ってるのかわからん。勝ったら、もし、まあ、何か一つでも勝つことがあれば、うん、真のプレゼントを差し上げる、うん、真のプレゼント。何やろ。ダンベルとかじゃないよね。プレゼントか。うん、ダンベルなわけないじゃん。ダンベルなんてプレゼントするの中山筋肉ぐらいのもんでしょ。うん、多分。うん、俺がプレゼントにダンベル買ってきたと思った。うん、じゃあまあそれは楽しみにしといて、うん、ダンベルかそうじゃないか、うん、アブローラーかもしれない。あー、まだダンベルの方がいいかも。あ、そう。じゃあ勝負していこうか。うん、絶対負けないけどね。まあうち もう負けんけどね。まあ意外と強いもんね。じゃあレッツゴー。
はい、というわけでララポートでの戦いを終えてね、うん、俺の全勝はい0敗はい、何回か引き分け多くてうちが勝ったのも結構あったからあったあった、結構初っ端から勝った気がする。そう、大丈夫大丈夫、チャンリラさんが勝ってるとこ全部カットする最低俺が一番面白かったのはさ、なんであんなに何回もフライングするのあれは映さんでいいあれ面白いかな。いや絶対あれは1回でなんでか3210なのに321で走りだすまだ1秒残ってるやん、体が前に出るんだろう、いかんねえ現在。あ、気持ちが焦って、そうそう、いやでもうちの足をやった。いやでもあの早押しのやつ俺勝ったし、あれ負けたねあれは、あとあの競争のやつ、 あれも負けたね、あの2つぐらいかな。え、あとは全部勝ったけど。いや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 そんなことないよ、なんかあんまり勝負のものなかったよね。ああ協力系が多かった、ね、あバスケは勝ったわ。えバスケとサッカーも勝って、そう、あでもあれアーチェリー、 あれはちょっと無理あれも勝負以前に困った。すごかったね、まず持ち方が全く分かってなかったもんね、うん、持ち方めっちゃ書いてあるのあれもめっちゃ難しかった。あそこ全部跳躍で動画にしよう。いやあれもああいうとこあのもたもた感勝負のとこだけ、うちら勝ったとこだけまあうちが勝った時も多いって言えばそれがメインになるから。いや多分意外と最初の方、まあちょっとまだ俺がこう実力を出して最初全然走れるようになってもいいのねあれおかしいって、めっちゃ頑張って俺足バタバタしてるあれリズムに乗ったらいいって書いてあるのにさ、そのまま全力疾走。いやだからこのリズムやっぱ早すぎたんだ。早いリズムに全くついてきてくれない1回でも勝てたから1回以上がね。え、じゃあ誕生日プレゼントをあげます。はい、なんと今回の誕生日プレゼントは、はい、じゃじゃーん、ダンベルかい本当にダンベルかいなんとダンベルでございます。ちょっとお断りします。しかも使い古したい汗まみれの血と汗が染み込んだ余計にいらんひどい。そうですよ、ちゃんと用意してますよ、しっかりと。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。あ、これは取っ手が付いてるからバッグかな。ありがとう、大事に使うねなんか棒読みじゃなかったよということで、またどこかで。